皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2008年公開の、容疑者 X の献身。監督は西谷宏。脚本は福田康。主な出演は、福山雅治、松幸康子、堤真一、など。惨殺死体が発見され、新人女性刑事の内海は先輩と事件の捜査に乗り出す。内海はガリレオこと物理学者の湯川に相談するが、捜査を進めていくうちに、被害者の元妻の隣人である石神が、湯川の大学時代の友人であることが判明する。というストーリー。テレビドラマ版と同じキャストとスタッフによる初の劇場版で、同名小説の映画化。メインの湯川以外のドラマ版からのキャラは脇役に徹しているので、本作だけで独立した作品として十分に楽しめる。全体的に静かで淡々としているのが印象的。天才的な頭脳を持つ、堤真一が演じる石神と湯川との人間ドラマは見応えあり。そしてちょっと反則気味ながら、殺人のトリックが秀逸。ということで、評価は。Thumbs up!